どうも、レマルです。はい、ということで、本日はですね、ミクニちゃんの生写真紹介というわけで、本日はミクニちゃん編ということで、生写真ね、投稿ね、サイト風化編も投稿しますので、ぜひね、そちらもご覧くださいませ。本日はミクニちゃんの生写真を今までね、レマルがリスナーさんにいただいたものとか、自分で自引きしたものをね、ミクニちゃんだけ集めたので、そのね、推しの生写真編ということで、紹介、雑談紹介していきたらなと思います。こんな感じで、まあもう推しだけ集めるっていうのもすごく楽しいです。推しだけ集めるというか、推しだけまとめるっていうのもすごい楽しいです。はい、ということで、すべてスリーブに入れておりますので、ちょっと見ていきたいなと思います。最新の順番からね、見ていきましょう。いやー、本当にミクニちゃん、いいよね。ということで、順番に見ていきます。最新順ですね。こちら、ミクニちゃんのワンチョイスの、CD のやつですね。ミクニちゃんでございます。スワリですね。かわいい。めちゃめちゃかわいい。はい、次。こちらが、この前の9枚目シングルのやつですね。よりと、これがコンプしております。結果的に。よりと、中と、全身と。で、スーさんからもらったこのお気に入りのね、ホルダーに入れております、ミクニちゃんで、コンプしております。最高ですね。はい、コンプしております。いやー、可愛すぎでしょう。めちゃめちゃ可愛い。これ、どっちかというとずっと言ってんねんけど、僕はね、この全身のスタイル、全身の生写真が、よりよりもね、全身の生写真が好きやね。はい、これコンプしております。これ俺1枚しか持ってないんやけど、MV ロケーション7枚目テカの MV ロケーション、このミクニちゃんもめっちゃお気に入りの分類に入るかも。めちゃめちゃ可愛い。これ可愛いね。最近はね、本当にミクニちゃん可愛すぎてすごい好きなんです。なんかほんまに日が経てば経つほどミクニちゃんの応援度が上がってます。はい。これ花柄コーデのミクニちゃんやね。かわいい。ほんまに。これ今、俺、仕事休みの日に動画撮影してんねんけど、休みの日にこうやって推しの生写真を眺める時間もいいよ。みんな。たまにはやってみて。ほんまに。これ、ミクニちゃんの3回目の日の誕生オープニング衣装やね。いや、この外羽も、この長さのミクニちゃんがすごいちょうどいいよね。わかる？わかる？かわいい。はい、次、つなぎ衣装やね。全国お日様化計画のつなぎ衣装。かわいい。ほんまにこの長さベスト。で、これ大正ロマンのやつ。いや、これリスナーさんからもらったやつ。いや、マジで、めっちゃいいんですけど。いや、ほんまに今回、今日はね、雑談動画。いや、これもいいよね！これもいいんです！ 2021 年紅白オープニング衣装。これコンプしてたかな、確か。より、座り、前進、中。これはコンプしてるね。これもいいよね。あれ？これなんか2枚重なってんぞ。うわ、裏からなんか出てきた新しいの。これ多分絶対リスナーさんにもらったやつや、これ。絶対に。今発見してしまうという。こういうのがありますからね、生写真の紹介動画撮ると。スリーブに入れましょう。急に出てきた、裏から。え、これ持ってなかった気するけどな。リスナーさん、ありがとうございます。まさかの2枚重なっておりました。こちら、コンプしております。いや、マジで可愛い。これも、これ確か結構地引きしたんよね。いや、この長さもいいよね、ちょうどね。いや、ほんまにいいよねっていうのしか言わないですから、今日。あ、これ僕、最高です。これ最高です。これも、これ一番最初ら辺のミクニちゃんなので髪の毛長いけどね。いや、これがマジでかっこよすぎるよね、マジ。いや、この初期ちょっとした頃のミクニちゃんのビジュアルも、すごい好き。いやー、いいよね。初期、ちょっとしたミクニちゃん。で、この生写真多分ね、リスナーさんからもらった率がすごい高い生写真。この2022年の浴衣衣装。これ結構リスナーさんからいただく。みんな買ったんかな、これな。座り。あ、これよりが可愛いね、めっちゃ。可愛い。休み最高！これ、浴衣衣装コンプしてるね。中と全身と座りとより。いやー、めっちゃ可愛い。はい、次。いや、超可愛いんですけど、こちらトナカイ衣装かな？おー、ちょっと可愛い。これはコンプはしてないね。可愛いね。次。2021年デイスリーオープニング衣装。可愛い。これ結構2021年やから。
22年に撮ったのかな。かわいい。でライブパフォーマンス衣装もあります。コンプはしてないですね。かわいい。みくにちゃんのどこが好きなんですかっていうけど、なんかガチほんまに上を目指してるし、その雰囲気が感じれるし、けど周りにも優しいしって、まあわかんないけどね、俺が見てる限りやけど、いやそれがね、なんかすごく伝わってきて好きなんですよね。応援したくなるパフォーマンスも。これ僕なんかの MV 衣装、これもめちゃめちゃいい表情。これさっきのデイスリーオープニング衣装ってこれあれか、これかこうやな、こうやね。あ、来ました。これ確かね、よりなかった気するんよね。ねえ、よりないよね、俺持ってないもんね。これ座りやろ、中全身、やはり持ってなかったよね。まさかのここでコンプするという。え、これめっちゃ好き、この衣装。2021年ライブオープニング衣装、これめちゃめちゃいいよね。座りめっちゃいいし、中もね、なかなかいいショット。全身もこれよりやな、すんげえ。めちゃめちゃいいやん、コンプしちゃってんけどいやーめちゃめちゃいいね。いやー良すぎる。次、あ、これ若い頃のみくりちゃん来ますね。ほら、これめっちゃ初期みくりちゃん。これ CD やね、ここに何も書いてないから CD のやつ。これ2022年の振袖衣装、かわいい。振袖系かわいいよね。これ岸カタンの歌番組衣装、いいね。春の大ユニット祭り、ユニット祭りもいいよね。はい、次。これはね、結構これ買ったやつだね。結構3回目の日向さんの時に買ったやつ。これライブオンライン Yes with you の時のみくにちゃんは、コンプしてたの。いや、コンプしてないのか、座りがないのか。いや、このみくにちゃんのビジュアル、なんか目元がね、赤い系のビジュアル好きなよね。あ、紹介しなかった。レイマルの一番のお気に入りが、このカフェの衣装やよね。バレンタインコーディネート衣装。このみくにちゃんが一番、目元赤い系のメイクすごい好き。こんな感じの。これすごい好き。わかる？わかります？推しのメイクとかもね、なんか好みあるよね。全部可愛いけど。これ私服コーデのやつ。私服コーデコンプしてますね。最高。いや、リスナーさんの力半分以上あるからね。ほんまみんなありがとう。え、マルも協力したい。ほんまありがとう。こうやって紹介していくね、動画で。いや、めっちゃ可愛い。私服コーデ。いいな。はい、次。これも結構初期みくにちゃんな気がします。あー、これもいいね。登場制服衣装、ここら辺は結構初期かな。声の足跡も髪の毛長いしね。あー、探偵衣装とかもあるし。2021年三体衣装、あ、これこうか。これも初期声の足跡 MV ロケーション、サンタロケーション。この全身とかめっちゃ可愛くない？すんげえいいねんけど。うわ、この座りとかもめっちゃ最高。うわ、このシカタンの MV ロケーションとかもいいしね。フォースの衣装とかもいいし。いや、ここ結構若いみくにちゃんやね。いや、みくにちゃんも結構もうやばいね。成長しすぎちゃう？結構。これで終わりやねんけど。いや、みくにちゃん、ね、すんごい大人になってるよな。いや、ここら辺のお姉さんすぎひん、めっちゃ。いや、こういうね、なんか普通にもう成長を見れるのも嬉しい、生写真で。このみくにちゃんめっちゃいいな。最近すごいお気に入りやな。というか、このバレンタインコーデのみくにちゃん持ってる人いません？俺唯一手に入ったんこれだけなんよね。これ以外手に入らんくて。これどうしたんやろうな、引いたんかな。いや、でもめちゃめちゃいい。みんなも癒されましたか、これね。最高、マジで最高っていうだけの動画なんですけど、皆さんね、お気に入りの生写真とかあればね、ぜひね、教えていただきたいなと思います。今回でもレイマルこれすごい好きですね、この手かな。今回はみくにちゃんの生写真紹介でした。休日のレイマルの時間を皆さんにお届けしました。最高です。最高の休日です。最高の15分間でした。ということで、いいなとか癒されたなと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。